と一人でやるつもりではいますので、どうぞ1時間ぐらいですけど、お付き合いください。よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい。座ります。まずもともと、今日、定期素敵ライブっていうことの1回目をさせてもらうんですけど、コンサートとかライブっていうのはこう非日常な感じ、例えば赤レンガでやるとか市民館でやるとかあるんですけど、そういうものが一切コロナの中でちょっとダメよみたいな風潮になった時に、だったらどんな形だったら自分ができるかなと思ったら、宮原さんのこういう、お家のような喫茶店で限定の本当少ない人数でさせてもらう、それを定期的にやりたいっていうことを今この時期じゃないかなと思って考えました。宣伝はですね、私のやってる Facebook と LINE だけだったんですけど、皆さんにこう投げかけるのもちょっとはばかられるようなこう怖い風潮だったんですけど、こんな時に何やるんだって言われるかもしれないと思ったんだけど、やったらですね、意外とというか、いつもの投稿よりとてもたくさんいいねがついてびっくりして、普段の真面目な音楽な告知とかは全然いいねがつかなくて、つかなくてってわけでもないですけど、まあ60、70ぐらいで、私のビールを飲む写真を投稿すると大体100は超えるんですけど、この度このリエチャ会っていう告知をしたらまた120つきました。すごく嬉しくて、でいろんなお店だとかたまたま街で出会った時とか、なんかやるんやろ茶会とかって言われて、随分リアクションが直接ないにしてもたくさんの方に認知してもらえたんだなと思って、まずはそこは安心しました。今日は皆様のお顔は投稿いたしませんけれども、よかったら私の方を撮っていただいて、私自身はこんなことしましたっていう報告はしますので、よかったらあと誰か写真ください。で、あとこの回のコンセプトは日曜の、今日土曜日ですね、土曜日の午後、こうちょっとコーヒーを片手に、理想はもう眠っていただくようなそういう音楽を提供できたらなと思っています。いつもはですね、ちょっと激しい音楽が